どうも、こまちです。金石和也です。節約大戦公式チャンネルです。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今回のテーマはですね、はい、新型コロナウイルス対策として、はい、除菌で話題沸騰中のキーワード、次亜塩素酸についてです。コロナ禍真っ只中、緊急事態宣言ど真ん中の今、マスクのみならず消毒液も全然買えないじゃないですか。いや、本当に買えなくて、最近では割高でも仕方ないって渋々転売やからね、購入してる人もなんか多いって。うちがそれですよ。マジでやっちゃったの、うん、やっちゃってます。やっちゃったというかね、もうマスクとか消毒液とか、はい、とかね、もうかなり割高ですけどね、はい、買いましたよ。買っちゃった。そう、空間除菌のクレベリンとかってあるじゃないですか。はい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 。ああいうの倍くらいになってましたよね、なんか。もう小さい子供もね、犬もいるし、しょうがないと思って買ってます。さらにさらにさらにですよ。そんな不安な心理につけ込む消毒詐欺みたいな、はい、消毒詐欺引っかかりまして、はい、コロナウイルス殺菌に効果があるっていうアルコール 70%、はい、濃度 70% で効果があるって言われるんですけど、はい、それにこう満たないハンドジェル、はい、あの含有率がね、はい、あと成分の配合比率を問い合わせしても教えてくれない亜塩素酸ナトリウム銀イオンが含まれるという除菌スプレーとか持ってるんです。今日持ってきたんです。この2つですね。これですよ。はい、がっつり引っかかっちゃってますね。がっつりがっつりがっつり引っかかりましたね。これこっちはあのうちのね、あ、社員が七三がね、七三とマロさんが買ってきてくれたやつなんですけどね、はい、ホームセンターで売ってたっつって、こんなのホームセンターで売ったら買うでしょ普通に。買う、このご時世。いや、だって俺でも買う。買うよね。近いからフレームアウトしちゃうでしょ。もう本当、皆さんこれね、この2つ、これ気をつけてください。これ高いんですよ。さらにこれなんか2本で4000円とか、3本でなんか8000円とか、値段おかしいな。でも本当アマゾン見たら本当そういうレベルで売ってますからね、気をつけてください。これただの水っていう言われてました。そんなレビューがありました。はい、というわけで、このチャンネルでは、僕小町の実体験に基づいたクレカキャッシュレス旅行のお得な節約術や最新情報だったり、はい、お金の専門家である金梨和也は借り入れから投資までお金の知識を中心に金融全般を幅広く解説しています。節約にハッピーをプラスするという理念を合言葉に、役に立ちつつもクスッと笑えるあの緩いエンタメ教育チャンネルを目指して更新していますので、この動画がちょっとでも面白いなと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録プチッとよろしくお願いします。で、今回はね、この転売屋のバッコするマスク消毒インフルの世の中で、コロナと戦うために自分で簡単に作れる節約サバイブ術をお伝えしたいと思いまーす。はい、マスク自分で作るんですか。消毒の方だよ。あ、消毒の方、消毒の方だよ。ここで準備してあるんだから、これもう。いや、布がねえな。わかるでしょうよ。で、この動画を最後まで見ていただくことによって、はい、次亜塩素酸と次亜塩素酸ナトリウムの違い、なかなか手に入らないアルコール消毒の代わりにコロナウイルスを除菌できるアイテムの作り方などがわかりますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。はい、お願いします。はい、じゃあまずアルコール消毒液がね、全然買えないので、はい、もうみんな右往左往してるっていう、ものすごい厳然たる事実がこの日本には横たわっております。そう、ありますね。そう、で、そこで、次亜塩素酸水とか次亜塩素酸ナトリウムというキーワードががぜん注目を集めるようになったという感じね、はい、ここ最近本当にその名前よく聞きますもんね。うん、で、次亜塩素酸水というのは水と食塩を電気分解することでできるもの、はい、次亜塩素酸ナトリウムというのはハイター、そうハイターでいい、ハイター、キッチンハイター、はい、書いてあるでしょ、ちゃんとこれ見て、ここにほら、本当だ、次亜塩素酸ナトリウムって書いてある。見てください。分かっていただけたところで、はい、いきますけど、この2つあの、はい、名前はね、最初の方同じなんだけど、はい、水かナトリウムがなんですけど、はい、同じものではないということを覚えておいてください。違うんですね。うん、何が違うって、はい、pHが違います。違いをこう表にまとめてありますので、はい、今出てますかね。次亜塩素酸水というのは中性から弱酸性、あ、肌に優しい、まずね、そう、肌に優しい、だから人の肌と同じ pH だから、あの、はい、種子の消毒とかにも使えるっていう話で、はい、次亜塩素酸ナトリウム、これですよ、はい、これは強アルカリ性、ハイターは触っちゃダメですね、触っちゃダメ、やけどしますからね、うん、っていうことも書いてありますよね。除菌力が、はい、まあ、次亜塩素酸水の方がすごく高くて、これはまあそこそこ高いみたいな話、こっちの方が低いです、ちょっと低いってこと、うん、そう、人体の影響は次亜塩素酸水はあまりないですよね。安全に作ったものは全然ないんだけど、うん、これはもうやけどするレベルなんで、ハイターだから、そうだ、ね、これ服にね、これついたらこれ白くなっちゃう。で、あの、そもそも次亜塩素酸っていうのは非常に不安定で、うん、あの、分子レベル、はい、常にこう何かと結合したわけです。ああ、そういうやつで、そういうふうに考えてください、はい、常にもう、ああ、もうなんかくっつかせろみたいな、でそれをこうウイルスとか汚れとかに
こうバッと吹きかけてやるとそれがガッと結合しちゃうんで違うものになる、ね、そうそうそうで無害化されるウイルスがね、うんうんうん、っていうのがこう除菌メカニズムなのだそうです。勉強になった、うん、はい、うん、で、保管しても変質しないように安定させたものがこれですね、ジャイアント酸ナトリウム、水酸化ナトリウムですかねを加えて安定させるそうです。その代わりに安定化させる代わりにちょっと殺菌力が落ちる、体に影響もあったりっていうのもあるってことかな、うん、はい。次亜塩素酸水、はい、電気分解して水にしたものっていうのも、はい、あの保管には向いてないそうですね。あ、そうなんですね。そう、除菌力が高い、つまりこう常に結合したがっている、だからどんどん違うものになってしまう。そうかそうか、うん、まだ結合しに行きたがってるからこそ、そうそうそう、なので次亜塩素酸水を都度水と塩を電気分解して作る機械が発売されて、あ、そんなものがいます、はい。例えば、CM でもおなじみ GIE のという、空気清浄機、どうです、これね、でこれはあのうちもね、子供が犬アレルギーっていうのが赤ちゃんの時に分かったんですけど、うん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 、犬飼ってるのにね、うん、分かった時に買おうと思ったやつ、はいはい、買わなかったんですけど、でそれから、今超人気で全然手に入らないジアポケット、再入荷予定6月中旬って書いてありますよね。全然手に入らない。だからメルカリを見てみると、あの割高なんですけどね、これ、はい、1万6800円が定価なんだけど、これ2万、3万近くで、そうっすね、バンバン売れてます、うん、もう転売屋はここでも大活躍、バッコ中です。バッコ中ね、はい、で、ジアイーノっていうのは、うん、あの空気清浄機の中に塩のタブレットをセットすると、はい、それを水と電気分解してくれて、どんどん一緒にこう、あ、それを部屋の中にこう放出してくれるんだ、出してくれます、はい、だからこれコントロールできないじゃないですか、はい、あ、まあ、部屋をずっとこう循環させてくれるみたいな感じで、うん、ですけども、ジアポケットというのは、ジア塩素酸水を作れる、はい、で、好きな場所で、好きな場所を自分でこうこうやってシュッシュッシュッって除菌したりとか、オッケーってこと、ね、そうそう、自分のこう 手の消毒とかっていうのも、手の消毒とかにも全然使えるよっていうものが作れるってことですね。そう、うん、そうですよ、はい、はい、めちゃめちゃ今のこのご時世にぴったりな商品ですね。そうなんやて、転売屋の目の付けどころもなんかやらしくてちょっとムカつきますね。情報がやっぱ早いですよね、はい、ということで、今日やりたいのは、転売屋に負けるな、高いお金を払わなくても大丈夫、ハイターを使ったお宅の節約、次亜塩素酸水の作り方ではありません。違うの、確かに、はい、あのハイター、このハイターとか、うん、ミルトンってわかります？あ、ミルトン、そう、あの赤、はい、CM でね、同じ、はいはい、赤ちゃん の, あの哺乳瓶とかを消毒する、うん、ああいうやつ。ハイターがね、これ、次亜塩素酸ナトリウム 6% で、ミルトンは 1% らしいんですけど、もう水で希釈したり、炭酸水で希釈することによってコロナウイルスの除菌に使える次亜塩素酸水とか次亜塩素酸ナトリウム溶液を、安くね、安価に作ることが可能です、はい、炭酸で希釈すると次亜塩素酸水になる。地方自治体のページにも新型コロナウイルス除菌用として次亜塩素酸ナトリウム液の作り方というページが結構あったりするんですよ、はいはいはい、例えば、目黒区、東京都目黒区のページ、新潟県柏崎市のページ、はい、自治体でもさ推奨されてるから全然いいじゃないですか、うんうんうん、安いっす、安いめちゃ安く、はいはいはい、ハイターを、ペットボトルのキャップ半分ぐらい、はいはい、数ミリリットルと水1リットルとか炭酸水1リットルとか、はい、もうそういうレベルでできます。だから実質100円弱以下、超節約術じゃないですか。だけどね、これね、こう希釈率を間違えたらこうえらいことになりますよ。これ人体にめちゃ有害な、あの皮膚についたら火傷しちゃうような劇薬じゃないですか、はい、これを使ってやるわけですから、はい、間違える人普通に出てきそうじゃないですか。そう、金さんみたいな、なんか話を聞いてない人は、もう注意点を聞いてないですね。そう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 、あとね、うん、あの次亜塩素酸ナトリウムと炭酸水って、うん、要するにここにこう書いてあるこう混ぜるな危険、これをやることなんですよ。なるほど。次亜塩素酸ナトリウムを酸で中和することで次亜塩素酸水ができるんですけど、はい、あ、なるほど、はい、酸の pH が高いと4以下とかの pH が高い状態になると危険な塩素ガスが発生して呼吸器障害が出て最悪死に至るっていう、そんなね危険性がある。で、まあまあまあ大丈夫だよ、こうやって容量をちゃんと守ってやれば大丈夫だよって言うかもしれないんだけど、絶対間違える人が出てくる。俺ら間違えそうだし、ね、本当俺らは適当にやるから間違えそうで、そんなことをね、はい、あの危険性があることをこうもう一般のまだ名もなき、まあ、そのうち、まね、そのうち、ね、ビッグになりますけど、名もなきこう節約チャンネル風情が、ね、紹介していいと思う、まあ面白いけどね、うん、素人が手を出したらちょっとダメかもしれない、ね、やらない方がいいですよね。ってことは、うん、やっぱり転売屋から高値で買うか、うん、ジアポケットとかが手に入る時まで待つみたいなことしかないってこと、まあ、慌てなさいな、まあ慌てなさい、早く教えてよ。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですよ、大丈夫です、ちゃんと節約解決法がありますから、はい、実は
4月15日に、経済産業省から、台所洗剤でコロナウイルスの消毒可能っていうふうに発表されたんですよね、まあ、これもまた時事通信のニュース記事を、概要欄に貼っておきますけど、この記事によると、台所洗剤などの洗浄成分、界面活性剤、次亜塩素酸水、これはもう今話してたね、あとウェットティッシュに含まれる第4級アンモニウムに、殺菌効果が認められるというお墨付きを、コロナウイルスの殺菌効果ね、お墨付きを経済産業省が出したということになりますね。アルコール消毒液が手に入らないなら、洗剤薄めたやつで掃除したりです。でウェットティッシュで手拭いて終わりですよ。めちゃ簡単な結論だったね。このね、今出しますから、マイペット、簡単マイペット、界面活性剤普通にこう入ってますから。で、どうしてもそれでもどうしてももう次亜塩素酸水が欲しいんやってっていう話なのであれば、ちょっとあれだからだけど、あのコロバスターっていうのがネットで売ってます、うん、まだ全然売ってます。これはね、次亜ポケットみたいな電気分解するやつではなくて、機械じゃなくて次亜塩素酸水そのものなんですよ、うんうん、だからね、継続的に買うって考えるとちょっと高いかもしれないんですけど、はい、安全なのは間違いない。だから、概要欄に URL を貼っておきますので、これはちょっとあの気になる方は参考にしてみてください。というわけで、はい、まあね、変な情報に踊らされたりね、品薄だからと割高でもしょうがないかなと、ってもうあの高いお金を払わなくても、はい、普通に手に入る洗剤などで、コロナ除菌は可能です。はい、はい、パニックを起こさず地に足のついた対応をしていきましょうね、金谷さん。はい、そうしましょう。一言何かお願いします。あの、簡単に除菌できるみたいだから、動画参考にしてやってね。それでは、最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。節約大全公式チャンネルでは、僕小町と金谷和也が節約にハッピーをプラスするという理念のもと、オート節約術から、え、金谷さん、はい、それあんま節約と関係ないじゃないですか。まあいいでしょうっていうものまで、お金の出口を絞りつつ入り口も増やして、人生をハッピーに彩る、そんな情報をよく発信しておりますので、ぜひ高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。みんなちゃんと自粛しようね、頑張ろう。はいはい